はい、5番でございます。日本語道学の吉田です。今日はですね、前回もやりましたけど股関節の使い方ということですね。股関節は前に出して使うというのを別のバージョンで技というかね別の動きを使って説明したいと思います。以前股関節を説明した時にはですね、これをこう、要は相手に少しでもこう投げる時でも近づけるんだとかね、近づけるってこと決してここでこう下げない、絶対下げないと、必ず両方とも前、片方は現在地で片方は前ならいい、片方は下げないですね。それじゃあ押し合いでね、一つ、説明したいと思います。今ですね、こうやって組んだ時に力でただ普通に一般的にはこうつけるのね。こういうつけ方をするんですよね。コツはここ踏ん張る方の足の股関節をすると、こんなに腰そんなよ、ここでぐっと相手に近づけるだけです。で、つま先立ちにならない、注意点はつま先立ちになってこうやらない、かかとで踏ん張っておつける。でこの股関節を相手にスッと近づけて腰は反らないんですただそれだけ意識してね、それだけ意識して、ただここでこのかかとでつけて股関節を相手にスッと意識したら何の抵抗もなくおつけることができます。力も何もいらないです。ただ歩くんです。そこでね、気をつけるのは、これなんでできるかというと、ここでスッとこうやるとこのままつけるんじゃなくて、スッとこう相手にこの股関節の位置が潜り込むんですよね。こう潜り込んでいく、それによって相手の重心を浮かせることができる。だから目的をこうグーッとやって自分が伸びてしまってるから重心上がっちゃうので、これを相手の下に潜り込ませるような低い位置にスッとこう、そういう作用が出てくるんです。だから股関節っていうか足を、本当に腰から下の足を踏ん張りたかったら同じく股関節は下げないで、かかとをつけてかかとで踏ん張って股関節を前にスッと持っていくという。股関節って本来野球でもこういうふうにしてね、流し打ちは別にして打つ方向に股関節をこう向けるじゃないですか。こっち側でもこうだし、こっち側に引っ張るのもこっちこうですね。何でも股関節っていうのは方向がその力の方向を決めてくれる。もちろん足のつま先も全部、手の方向は、進む方向は指が決めてくれるし、足の方向、体全体は足の親指の方向で、そして膝の方向、股関節の方向が決めてくれるんで、股関節っていうのはもちろん腰からの直接の場所なんでね、この影響力が大きいということです。で、こうこっちないかな、全体で見たらこうです。この時ね、重心上がっくっと上がらないようにね、潜り込むようにして、下に潜り込むにススッとこう、あとはただ歩くだけっていう感じです。すると簡単に、できますので、ちょっとやってみます。これを下に潜り込ませるようにして、ただ歩くだけ、そうそう、ただ歩くだけ、力入れないで、ただスッとこう歩く、どういうの抵抗してね
うん、これは中に相手をこう足反対でもいい、この状態でもいい、これでスーッとこうスローモーションでやってもこうだよね。これでも間に合ってない、うん、これで股関節のこれがこうくるのとき、ただ歩くだけでスーッとこうなるよね。状態も完全に動かす、そうだからこうくってこう上がって、その原理を使ってただスーッと、このへこます力とここ膨らます力も同時に、ね、して沈み込んでいく。変な力に入るとかえってやりにくいから歩く。上は脱力ね、ここが2、こっちが8で背中こうやってね、表面に8、意識しすぎる。逆にですか、ちょっと逆に。股関節を近づける。股関節を相手にスーッと入ってくる。股関節を使うときの注意点、これがあの輪切りにしたらこの円だとしたら、体の中にこの軸を入れないってことですね。つまりここの中に軸を入れると片方下がっ前に出しても、体の中に軸あるってことは片方前に出したとしても片方はへこみますね。ここに中にあるとね、こっち前出した分こっち側がへこみます。ここに軸あるとこっち出してもこっちが後ろに下がっちゃう。だから体の外、ここに軸を置くとすると両方とも前にこういう形で、オーバーに言うとね、ここに出すとこういう形になって、だから体の軸を体の中に置かないってことです。わずかでいいから横に置く、若干前に置くつもり、ここに置くつもりだとこう踏む、ね、ここに置くとこういう踏む、体の中に置くと肩をこういう形になっちゃうね。で、股関節はうまく使えませんので、その辺を注意して、あの股関節の動き、ちょっと自分たちで実験というかね、練習してみてください。コメントの方よろしくお願いします。あと登録の方もよろしくお願いします。